今泉佐助、今泉佐助昭和19年9月11日は、宮城県白石市出身の新党思想家、神宮法裁会会長、日本大学行動学院院長、東洋文化研究所講師、全名は佐助、号は竹野谷主人、東京大学古典講習科入学以来、明治時代は純粋な国文学研究者としての道を歩む、初代司法大臣、 山田明義に可愛がられ、将来を職望され、皇天高級書の講師を依頼された。対象の初期に、川面凡次の実践的浸透論に影響を受けて、より、元織のりなが以来の国文学的浸透論に、実践に基づく、信仰的な浸透論を加えて、行動をと呼び、それを国民の指針として普及する活動に尽力する。 福岡箱崎宮社家出身の足津康二郎を通じて政府要人などに人脈を広げ大正から昭和にかけての社会不安の中でいかに日本を行動精神に基づいて国家の再建をするのか政治家、軍人、財界人に教えを広めた有国外政の浸透思想家と呼ばれたゆえんである歴代首相のほとんどが教えを受けるほどの影響力を持っていた 国体研究の権威として、昭和12年特別議会開会,会中州議員議員、議員有志官に、先生の国体に関するご講演を拝聴するのぎ、起こり、広く政界、財界、軍部方面の特使者を交い毎日午前7時、東京市高島地区、富士見町神宮法裁会本院に、3週6日間約10時間にわたり、講演が行われた。しかし戦時中は、 政府の海外神社政策や、軍の政策などを適厳しく批判し、著書の発禁処分を受けたりしたが、政府や軍に対しては、神聖なる国体的道義に立つべきであることを勧告し続けた。日本大学内に、行動学院を設けて、社会教育を続けたが、日大総長の山岡万之助やの地の日大会答、古田茂次郎などが熱心に講義を調講した。 昭和19年9月没、世界効果の4字が絶筆となった。他100冊以上、他、ありがとうございます。